テレポ。イランのミサイル攻撃についてアメリカのトランプ大統領が軍事的報復はしないと表明したことについて、安倍総理大臣はトランプ大統領のこの対応を評価しました。自制的な対応を評価するというのが日本の立場であります。今後も日本は地域の情勢の緩和、安定化のために外交努力を尽くしていく考えであります。一方、河野大臣はアメリカとイランのさらなる軍事衝突は起きないだろうとの見方を示しました。中東の平和と安定が重要だというのはアメリカ、イランを含め各国の共通理解だと思いますので、そのようなことは起きないだろうと。その上で、海上自衛隊を派遣する方針に変わりがないことを強調した河野大臣。ただ、この自衛隊の中東派遣をめぐって、今日与野党がそれぞれ会合を開きましたが、主張の食い違いが鮮明となりました。自民党が開いた外交部会や国防部会などの合同会議では、緊張感が高まっているからこそ自衛隊を派遣して情報収集する必要性があるなどとして、政府の方針に賛同する意見が相次ぎました。厳しくなったらなお出さねば、出さないという選択肢はあり、防衛官の派遣はさらにその必要性が高まったと言うべきだろうと。むしろ緊張が高まっている中で、日本船舶が安全に運航するためには情報収集が大変重要だと、その意味ではむしろ自衛隊が行く意義が高まっているのではないかと。一方で、野党側は外務省や防衛省の担当者らからヒアリングを行い、閣議決定した時点より事態が悪化しているなどとして、自衛隊派遣の中止を求めました。閣議決定した状況から格段に今ですね、状況がエスカレートをしている中で、生半可な根拠で言っていただくわけにはいかない。それであるならば、やっぱり一回ここで足を止めて、冷静になって、中東情勢、特にアメリカとイランの状況を見ながらですね、今回行くことについては、やっぱり考え直すべきだと。野党側は17日にも行われる衆議院と参議院の閉会中審査や、20日にも召集される通常国会でも、この問題について政府側の姿勢を正すことにしています。